子のお弔い、一休さんのとんち話。昔々、一休さんというとんちで評判の小僧さんがいました。一休さんのお寺の竹やぶの隣にはお屋敷があり、最近お侍が引っ越してきました。ある日のこと、一休さんが庭掃除をしていると、隣の侍がタケノコの皮をザルに入れてきてこう言ったのです。こやつらはわしの屋敷に挨拶もなしに生えてきよった。武士の屋敷に勝手に入るとはまこと無礼なやつ。よってこのわしが刀にかけてやった。無礼者の体はこのわしが弔ってやる。だから残った着物はお前のところに返してやろう。それを聞いて一休さんは腹を立てました。お寺のタケノコを独り占めしていらない皮だけ持ってくるなんて、よし見ていろ。一休さんがお侍の屋敷に行くと、ちょうどタケノコが茹で上がるところでした。一休さんはペコリと頭を下げて侍のところへ行くと言いました。お侍様、たとえタケノコであっても命あるものはお経をあげて弔ってやらねばなりません。ですからこのタケノコの体をお寺に持って帰りますね。なぬ？それともお侍様がタケノコのためにお経をあげてくださいますか？いや、それは。お侍はお経の言葉を知らないので、仕方なく茹で上がったタケノコを一休さんに差し出して言いました。わかった、持って帰るがよい。そうか、お前があの一休だな。こうして茹でたタケノコを手に入れた一休さんはお寺で簡単なお経をあげると、あとはみんなでおいしく食べたのでした。おしまい。